はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースへ、ようこそ。ですね、今回も、韓国の記事をご紹介するんですが、何でもですね、韓国の元外交部長官という方々がですね、今、現在の日本と韓国のね、険悪な、ムードをですね、打破するためには、多少ね、韓国の感情が傷ついても、国益のために我慢しなければならないというね、そういうことを言ってる記事がありました。それに関して、韓国のネットユーザーも、いろいろね、言っております。記事の方は、こちらのヤフーの記事になりまして、もともとはレコードチャイナから出てきた記事ですね。ではまず記事の方、誠司さんの方から読んでいただきましょう。韓国の元外交部長官らが日韓関係を議論、感情が傷ついても国益のために我慢、韓国ネット、韓国は重病を患っている、日韓関係はもう修正不可能。2015年5月22日、韓国聯合ニュースによると、韓国の元外交部長官らが日韓関係について議論した。同日行われた最終フォーラムに参加した柳明官、ユミョンファン元外交部長官は、北の核に対応するためにも日米韓の連携は大切だ、さらに中国との関係を考慮すると感情が傷ついても国益のために我慢しなければならないと述べた。また金星官、キム・ソンファン元外交部長官は、日韓首脳会談は必要だが、日韓2カ国だけで会うのは負担が大きい、無理に開催すると関係改善に悪影響を及ぼすこともあると指摘。ソーミン・アツ氏、ソン・ミンスン元外交部長官は、米国のケリー国務長官が、日韓は歴史問題に自制心を持って対応するべきと発言したが、これは韓国が感情を抑えられていないという意味だ。過去の合意を覆したのは日本の方なのに、韓国に自制心を要求するのはおかしいと主張した。これについて、韓国のネットユーザーは、様々なコメントを寄せている。このままではいけない、韓国は今重病を患っている、感情的外交から脱出し何とかして日韓関係を改善させる必要がある、日韓関係はもう修正不可能、日本が心から反省し二度と戦争を起こさないと韓国国民に許しを請うこと以外に解決策はない、歴代大統領のせいで現代の韓国人は苦労が絶えない、冷静な外交ができなければ韓国はいつかまた必ず植民地になる、米国に侵略されるか日本に侵略されるかはわからないが、韓国政府はどうしてこんなに外交ができないの、周辺国と対立するのが良くない、国民が一番辛い思いをするということをわかってる。はい、というね、記事だったわけですが、ちょっと実際記事の方をもう一度出しましょう。今回ね、ご紹介した記事はこちらの記事です。ヤフーニュースで、もともとはレコードチャイナから、出された記事であると。記事の内容はさっきね、音声で読み上げてもらったね、感じなわけですが、韓国の元、外交部長官たちが、いくつかね、発言をしたということで、その一人、この人ですね、ユ・ミョンファンさんという方は、北の核に対応するためにも、日米韓の連携は大切だ。さらに中国との関係を考慮すると、感情が傷ついても国益のために我慢しなければならないと。言ってますね。感情が傷ついても、ね、韓国民の感情。韓国は感情ね、強い国ですからね。で、さらにもう一人の方は、このソン・ミンスンさんという方は、アメリカのケリー国務長官が、日韓は歴史問題に自制心を持って対応するべきと発言したが、これは韓国が感情を抑えられていないという意味だ。しっかり自覚してるじゃないですかね、このソン・ミンスンさん。素晴らしい。という意味だ。そして、過去の合意を覆したのは日本の方なのに、韓国に自制心を要求するのはおかしい。ちょっとね、後半おかしくなってますが。でもね、アメリカのケリー国務長官
も、韓国はね、感情的にね、日本に謝罪を求めろ、日本が悪いと言ってることを、認めてるとね、いうことなんでしょう。でね、これに関してね、韓国の言ってるやつはいろいろ意見出してましたが、中にはまともな意見っていうかね、ありますよね。例えばこれですよね。このままではいけないと。韓国は今重病を患っている。感情的外交から脱出し、何とかして日韓関係を改善させる必要があると。これは素晴らしいですね。これ拍手ですね。素晴らしい。たまにこういういい意見出ますよね。韓国のネットユーザーからも。そういうメディアがわざとこういうコメントをいくつか入れてるのかもしれませんが。でも大体はね、ほとんどこんな感じですね。日本が心から反省し、二度と戦争を起こさないと韓国国民に許しを請うこと以外に解決策はないと。ほとんどはこういう意見だと思いますね。それに対して日本の、ネットユーザーが何をコメントしているかというと、大体こんな感じですね。もう今さら何を言っても無理ですねと。自業自得。喧嘩のところが完全に敵国になったと思います。もう二度と関わらないのが一番良いと思います。100% 無理です。反韓教育もしていないのにこれだけの、喧嘩。絶対無理。確かにね、日本はね、韓国を嫌うっていう教育はしていなかったのにも関わらずここまで、ここね、最近喧嘩が進んできたということはよっぽど、日本人の我々の我慢の限界がね、超えてしまったというところがね、本当のところだと思います。バイバイ、さよ、ありがとう、さよなら。なんでね、でもその韓国がこんなに感情的になるのかって言ったことを話すときに絶対出てくる言葉がね、韓国の非病っていうかね、過病っていう病気のようなね、ものがあります。あります。これ断言していいのかちょっとわかりませんが、ですね、違うページをちょっとウィキペディア出しましょうか。これですね、ウィキペディアに載ってる、さっき、私が言った過病というこの火の病気、過病というものですが、知ってる方多いと思うんですが、これはですね、ここに書いてあるように、朝鮮民族特有の精神疾患と、ということで、韓国の会社員の 90.18% が職場で過病の経験があると答えたと。この過病というのはですね、要するに、すぐ起こることですよね。ここに症状が書いてあります。発狂する、規制を発する、自傷行為、自殺、口から泡を吐く、悔しさ、憤怒の感情が、込み上げると。こういう感じで。ここにね、黄色く色をつけてますが、アメリカの精神医学会は、過病を朝鮮民族特有の文化依存症候群の一つとして扱い、精神障害の診断と統計マニュアル、4の付録である文化に結びついた症候群に記載が見られると。アメリカのね、この精神医学会が出した、こういうマニュアルがあるんでしょうね。の付録に記載があると。で、これですね、ここ黄色いところ。引っ込み事案で、弱気な40代以上の女性の間で多く見られ、原因としては家族間での、これなんですかね、争いですかね、などの個人や家庭に起因するもの、貧困や苦労などの社会経済的な問題に起因するものなどがあり、それらが解決しようにもうまくいかないことによる諦め、怒り、悲しみなどが挙げられると。要するに、ここで言われていることを本当に 100% ね、信用していいんであれば、韓国民には、こういうね、過病って言われる、その地域の民族性特有の精神疾患が見られる傾向があるとね、いうことなんですよね。確かにね、私も海外って結構長く住んでいた経験があるんですが、韓国の方もね、もちろん、友人もいましたし、普通に他人もいましたけどね。やっぱちょっと、
導火線が短いというかね、そういう方は多々いました。そうでない方もね、もちろんいますけどね、いましたけどね。うん、まあ、いい方ももちろん、ね、たくさんいますよ。うん、まあ、いい方の方が多分ね、多いんですが、ちょっとね、一旦、あるところを超えてしまうと、ものすごい、なんでそんなに怒るんだろう、怒るんだろうっていうね、経験をしたことは、まあ、何回か正直ありますね。でね、もう一つご紹介しますね。まあ、ヤフー知恵袋に載ってた質問で、まあ、韓国人はなぜ感情表現が日本人に比べて過剰で激しいのでしょうかと。学術的に説明できますかと。まあ、学術的な説明というのはさっきね、皆さんにご紹介した、こっちのウィキペディアの、まあ、過病ですね。これで説明はつくと思いますがね。まあ、この方はね、韓国のセオル号の沈没事故の時に遺族の方が泣く様子を見て、まあそう感じたと。うん、まあ確かにね、気持ち的には家族が亡くなったんでね、悲しいのは本当にね、理解できますが、まあ日本人の感覚から言うと、あそこまで感情をむき出しにして泣くことはまああんまりないかなと思いますよね。で、まあベストアンサーに選ばれた答えが、アメリカだったか、外国の学者が調べると、朝鮮人の遺伝子は世界でも類例を見ないほどの赤の他人同士でも似通っているそうで、おそらくは近親交配を続けた結果だそうです。まあ、これがね、ちょっとどのぐらい信憑性があるのかは、ちょっとわかりませんが。で、これですね。親兄弟の間での近親で子供を作ると、医学的に、遺伝的に問題が起こりますが、過病と、揶揄かなされるものが、されるものをこれが原因でしょうね。となってますね。まあね、確かにね、韓国政府とかもですね、政府に携わっている方々もちょっと、かなり感情的な発言というかね、まあ大統領もそうですね、パクさんもね、そういうところが見られますんでね、あの辺はもう少し、日本人と同レベルぐらいの落ち着き方で会話が進むと、もうちょっとね、スムーズに外交、お互いの外交とかもね、進むと思うんですがね。ま、こんな感じですかね。ちょっと長く、いつもね、長くなってしまいがちですが。また今回ご紹介した記事とかね、このヤフー知恵袋とか、ウィキペディアの、URL は、動画の説明欄に載せておきますので、もし興味がある方は、よかったですね、見てみてください。はい、では動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。